はい、それでは今回からオーバーウォッチのヒーロー紹介を動画でやっていこうと思います。その前にちょっとオーバーウォッチの簡単な紹介というか、どんなゲームかっていうと、まあ、ディアブロとかハースストーンとかでおなじみのブリザードエンターテイメントが開発する新作 FPS ですね。パソコン版と PS4 版があって、結構てかかなり注目を集めているタイトルだと思います。で、僕も5月上旬のオープンベータテスト期間みたいな感じなんですけど、そこで初めてプレイしてとても楽しかったんで、そのもうプレイした方も新しい何かを知ってもらえたらいいなとは思うんですけど、まだちょっとオーバーウォッチプレイしてないなとか、まだ見たことないなっていう方に向けても、どんなキャラクターがいるのかなとか、どんな雰囲気のゲームなのかなっていうことを知ってもらえるきっかけになればいいかなと思っています。あとなんか他の方とかでもいいんですけれども、オーバーウォッチのゲームの動画を見て、あ、そういえばこういうキャラクターがいたなとかっていうのを知って見てもらえると、やっぱりそのゲームの動画もより楽しく見ることができると思うので、そういったことにも役に立てばいいかな、なんてことを思ったりもしてます。それでオーバーウォッチ、今ヒーローって呼ばれるキャラクターが21人いるんですけれども、これを1人ずつ分けて1個ずつの動画で、21回の動画でキャラクターヒーローの紹介をしていこうと思っています。内容としては、各スキルの特徴とそのスキルのダメージ量も紹介しています。ダメージについてはちょっと細かいかなって思って入れるかどうか悩んだんですけど、僕自身がプレイしてて、あれ、このスキルっていうか攻撃とかってどれぐらい威力があるのかなってのが気になることが多かったので、今回海外のサイトっていうかウィキですけども、海外のウィキのサイトを元に、ダメージを記載しています。なのでもしそういったのも知りたい方がいれば、また見てもらえると全部書いてあるので、よかったら参考にしてください。ということで、第1回目なので前置きが長くなりましたけども、早速ヒーロー紹介やっていきたいと思います。1人目はオフェンスヒーローのゲンジです。近未来的な忍者キャラクターみたいな感じなんですけれども、まず体力の方から見ていくと、ゲンジの体力200ですね、左下に表示されています。で、だいたいオーバーウォッチのヒーローの標準的な体力が200に設定されてるんだと思います。なのでゲンジも標準的な体力を持ったヒーローだと思いますね。はい、それでは通常攻撃から紹介していきますけれども、左クリックで手裏剣をパパパッと投げつける攻撃をします。で、この手裏剣1つにつき28ダメージですね。それが3個飛んでいくので 28×3 で、全部ヒットすれば84ダメージ出るようになっています。ヘッドショット判定はありです。頭に当てるとダメージが2倍になります。なので最大ダメージは168ですね。かなりダメージが出ますけれども、なかなか頭に3つ全部当たるってことは少ないかもしれないですはい、そして右クリックで手裏剣投げる軌道を変えられます。右クリックを押すと手裏剣を横にシュパッと広がるように投げつけます。この手裏剣も1つ28ダメージ、左クリックと、変わらないダメージを持っていますね。もちろんヘッドショット判定もあります。それで現地の通常攻撃手裏剣なんですけれども、これ距離によってダメージが変わらないんですね。普通はその FPS のゲームって距離がちょっと離れるとダメージが減っていくっていう、その距離減衰っていうシステムというか仕組みがあるんですけど、現地の手裏剣はどんな距離から当てても28ダメージ入ります。手裏剣1個につき結構これは強力な特徴というか、いい特徴ですね。その本当簡単に言えば、近くで打ってもどんなに遠くから打っても当たれば28ダメージ入るっていうのはなかなか、強力な特徴となっていると思います。続いてはゲンジのパッシブスキル。パッシブスキルっていうのは常時発動してるスキルの
ことですかね。何もしなくても使ってるスキルみたいな感じです。で、サイバー体術っていうパッシブスキルを持ってるんですけど、これによってゲンジは2段ジャンプができるし、壁に向かってジャンプボタンを押し続けてると、まあ、垂直に、壁をよじ登ることができます。なのでこのスキルのおかげでゲンジは本当にフィールドを縦横無尽に駆け抜けることができますし、簡単に敵の後衛というか後方にいるキャラクターのとこまでたどり着くことが可能になっています。だからこのサイバー体術のおかげで結構触ってるだけでも楽しいヒーローです。いろんなところ行けるんで、それがメインってわけではないんですけど、なかなか操作感が楽しいヒーローですね。続いてシフトスキル風切りです。もしかしたら風切りって読むのかもしれませんけれども、今は風切りにしておきます。ゲンジの向いてる方向に向かって直線に、刀で敵を切りつけるスキルですね。ダメージは50出ます。で、ゲンジの向いてる方向にこう直線に動くので、上に向いてると空中っていうか、こう上の方向にこう動くことができるんですね。だからちょっと移動に使う時もあります。2段ジャンプでちょっと届かなかった時に風切りを使ったり、もちろん敵から逃げる時にも使ったりする時もありますし、まあ、早く前線に向かうために使うこともあったりして、ちょっと攻撃的な面だけじゃなくって、そういう移動の面で使用することもあります。それと少し覚えておきたいのが、このゲンジの風切りっていうスキルは敵を倒すとまたすぐに使えるようになるっていう特徴を持ってます。なので風切りで敵を倒すとすぐにまた風切りを使えるようになってるんですね。もちろん風切りでとどめを刺す必要はないんですけど、風切りを使って手裏剣で倒して、でそしたらまたすぐ風切りが使えるようになってるっていう特徴を持ってるスキルです。まあ、こういった誰かを、まあ、敵を倒してそのすぐにまたそのスキルが使えるようになるっていう特徴を持ったスキルは多分この風切りだけだと思います。なのでかなり特殊なスキルかなっていう感じですね。そしてゲンジの非常に強力な E スキル木の葉返しを紹介します。使うと2秒間ゲンジの正面から来る弾を全て弾き返すことができます。弾き返す方向はゲンジの向いてる方向ですね。ちょっと斜めから受けた弾もこの刃返しを使ってそのゲンジの向いてる方向に跳ね返すことができるみたいな、まあ、こういう風に見てもらえるとなんとなくわかると思うんですけども、まあ、とにかく見てる方向に向かって跳ね返していきます。もちろんこの跳ね返した弾は相手にダメージを与えますね。これがなかなか強力ですけれども、まあ、2秒間なのでそれはまあそこそこ短いんですけど、その辺は使いながら慣れていくといいかなっていう感じですかね。僕はまだ使いこなせてませんけど、まあ、ちょっと知った風に話しておきます。はい。そして最後はゲンジのアルティメットスキル Q で発動する必殺技ですね。流撃拳っていう、かっこいいかかっこよくないかはちょっとわかんないですけども名前が。とりあえず発動すると8秒間手裏剣の攻撃を刀で切る攻撃に変えます。で1回切る攻撃につき120ダメージですね。なかなかのダメージです。でしかもこの流撃拳のモードの時に木の葉返しや風切りシフトや E のスキルですね、そのスキルも使えます。なので流撃拳とか風切りを使用してキルを取れば風切りをまた使えますし、相手の弾が怖い弾が攻撃が来てたら E の木の葉返しで返せるっていう、なかなか強い必殺技ですね。あんまりHP 体力が高いタンクキャラは狙わない方がいいですかね。まあ一発120入るんで、傷ついてるキャラクターとか柔らかめのキャラクターを狙っていくと風切りがどんどん
使えるようになるので、あのサイクルがね速くなるので相手も捉えにくくなりますし、そういった使い方をするといいかもしれないです。そんなこんなで源氏のスキル紹介はこの辺りにしておこうと思います。その立ち回り、実際の立ち回りだったりヒーローとの相性とかに関してはちょっと長くなりそうなので、また別の動画にしようかなと思ってます。なので今回はまあヒーロー紹介だけということにしておきたいと思います。何かの参考になれば幸いです。ということで、またよかったら次の紹介、ヒーロー紹介の動画も楽しんでくれたらいいかなと思います。見てくれてありがとうございます。はい、ではまた。